この度マリオ RPG のゲーム実況動画シリーズを作らせていただきまして、その紹介動画みたいなマットムービー的なものを作りましたので、ぜひご覧ください。スーパーファミコンがお得に買えちゃうクーポン券付きで発売されたことでおなじみのマリオ RPG をやっていきたいと思います。だから今回のこのプレイで私はインターネットの力を使いに使って、この一度もやったことがない、達成したことがないこのポイントを今回のシリーズでは達成していきたいと思います。さあここ、はい、いいね、いけたね、これよこれ、取ったね。いやマジで難しい、これ成功させるの夢なんですよね正直。はいはい、あ、コツ掴んできた、いけるんじゃない、いけるんじゃない、いけるんじゃない、おっしゃ、いけたね。隣に頭が緑の変な猿が寝てるんですよ、わかる、これリンクらしいです、これが。でまた来るとね、なってんすよ王に。あー食ったー、お生まれる。間違いなくマリオ RPG のプレイヤーの多くがトラウマになったこいつ、ヤリドビッヒとの戦闘ですよ。マリオさんはくすぐられるのは平気な方ですかな。あ、これは俺です、どうぞ一コイン。いや、めちゃくちゃ嫌味だよね。おー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 ほほほほほほ、来たキノコ城のベッドにサムスが寝てるんですよ。でさ、サムスが寝てるタイミングなんですけども、これちょっと私が決定版作っていいでしょうか。背景見てくださいよ。あの、カジオの、あの、頭がいっぱいあるでしょ。だから、カジオは、あくまでも武器人間っていうか、ヤリドビヒキみたいな生き物を作り出す工場の一番偉い人なのかもしれんけど、そのカジオがいるこの世界には、カジオを生み出した存在とか、カジオよりもっと偉い存在とか強い存在とかいっぱいいるんじゃね？的な。的なね。この動画シリーズは、マロを押しに押しまくりながら、子供の頃やりたかったこと、できなかったこと、大人になってからやってみたくなったことをやってやってやりまくる、そんなゲーム実況動画です。